こんにちは。今から50個の質問をします。はい、ピープルライダーであれば NG なしですよね。ありであってほしいです。では早速始めちゃいます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お名前は？高橋拓実です。生年月日は？1989年11月26日。名前の由来ありますか？知りません。好きな色は？赤。趣味は？映画を見ること。はい、チャームポイントを一つ教えてください。チャームポイント？自分で話し下手。自分の性格を一言で言うと？静か。好きなテレビ番組は？スポーツ全般。最近ハマっていることは？トレーニング。好きな食べ物は？そば。小学生の時得意だった教科ありますか？ありません。連絡はテキスト派電話派？急ぎであれば電話。ホッとする瞬間？無事に店頭なんか走り終えた時。理想の休日の過ごし方？だらだら。1ヶ月間の自由時間を手に入れたら何したいですか？リラックスできるところに行きたい。例えば？沖縄に行きたいです。サーキットに必ず持ってくる必需品？走行前に摂取するアミノ酸だったりプロエナジードリンクだったり。好きな映画は？さっき映画のお話出ましたね。映画は車関係が多いですか？苦手なことありますか？話すの。自分のプチ自慢。プチ自慢？自慢？いっぱいあるじゃないですか。感情があんま出ない。住んでみたい国？住んでみたい国は、いや、日本で満足してます。好きなスポーツは？レース以外で。もちろん。バスケ。理想のマイホーム語ってください。こだわりはないです。大きい家とか、こじんまりとした。大きい家は別にいらないし、荷物が置ければ置けるぐらいのスペースがあれば。チームの第一印象は？馴染みやすいチームだなとは思います。ここだけの秘密、まだ一言も喋ってないスタッフいますか？挨拶はみんな知ってると思うから一応喋ってると思う。手嶋監督の好きなところ？ちょっと目の前にいるから。接しやすいとは思います。手嶋監督の苦手なところ？あんまない。あんまない。お酒は別に一緒に飲まなくていいかなって感じですか？僕の走り、ここに注目してください。どこに注目すればいいです？攻めててもあんまアグレッシブに見えないところ。遊園地で好きな乗り物？遊園地行ったことあります？行きます？行ったことはあるけど最近はないから。何ですか？ジェットコースター得意ですか？ジェットコースター唯一ハマったのはなんだ、ディズニーシーか。ディズニーシー、パワーオブテラーは面白かった。楽しかった。何回も乗りました。行くならどっち？動物園か水族館？そっちでもいい。どっちでもいい。答えにならない。まあでも基本動物は好きなんで、水族館より動物園の方が触れ合えるかなって思うから動物園。一緒にご飯を食べるなら誰と行く？状況によりますけど、なんかライディング関係の話をしたいときは小山くんだったりゆうきくんだったりで、いろいろ
それ以外で相談したいことがの時は手嶋さんさん。何か困ったことがあれば誰に相談するって聞きたかったんですけど、手嶋さんですか？そしたら監督、まあ、まずは監督に。今日の夜食べたいご飯もう決まっちゃったけど。いや、もうあんま食にこだわりがないから食べれれば。これまで一番奮発して買ったもの。車。いくら？教えない。それは言えないし。NG なしだと思ったんですけど。まあ300万から700万ぐらいの間じゃないですか。ありがとうございます。好きな女性のタイプ。気使わない人。初デートどこに行きました？覚えてません。小山さんと同じこと言って。冷蔵庫に必ず入っているもの。なんだろう。牛乳。牛乳。昨年までイギリス選手権に参戦されてましたね。海外では自炊してました？してました。自炊してました。得意な手料理ありますか？ないです。何一番作ってました？パスタばっか。パスタばっか。ではラスト10問。今年新たに挑戦したいこと。まあ、チームとして活動してる、Tプロとして活動してることを一切今までやってこなかったんで、それがもう一つの挑戦かなって思います。憧れの人は？大谷翔平。大谷翔平、時の人ですね。どんな60歳になっていたいですか？憧れの60歳像を教えてください。五体満足。これまでで一番印象深い思い出は？印象深いでもレース以外基本出てこないですね。まあ、去年の8体はホンダとしても自分にとっても久々の優勝だったから、それがキンキンでは一番思い出に残ってるから。レーサーでなければ今頃何してたと思います？想像できません。夢は何ですか？まあ、レースを続けてる限りは常に1位を取れるようにっていうのが夢というか目標です。高橋匠ファンへメッセージをカメラに向かってお願いします。頑張ります。応援よろしくお願いします。日本郵便ホンダドリームのサポーターにも同じくメッセージをお願いします。はい、今年新規で加入させていただいて、まあ、チームの雰囲気もそうだし先輩にも恵まれた環境なんで、チームとして全クラス、まあ、JSB を除いて3クラスでチャンピオン取れるように頑張るので応援よろしくお願いします。では最後にここだけで伝えたいことありますか？ここだけで。ここだけで。このビデオに。ビデオに。これは茂木前に流せ。まだ考えてないです。できれば明日。明日？明日。明日流す。できれば明日流したい。じゃあ開幕前ってことです。そうですね。茂木48秒目指します。じゃあ本当に本当にラスト。多くない？本当に本当にラスト。満面のスマイル、カメラに向かってお願いします。スマイル苦手です。スマイルください。苦手です。固くなり。ちょっと練習します。はい、ありがとうございます。新たな挑戦の一つで、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。